こんにちは、井上です。今日は Adobe Premiere Pro で文字起こしということで、セミナーの動画の音声から、Kindle 本を作ると、Kindle 本じゃなくてもいいんですけども、例えばブログにするとか、そういったものも含めて、テキストとして発信すると、ある意味この有効活用するということで、私がやってる方法をお伝えしようかと思います。前提としてですね、セミナーで話したことをテキストにできればいいなとはずっと思っていて、昔ですね。で、それでやっていたんですけど、じゃあ例えばこうやって収録したものを再度マイクでテキスト、音声認識入力、音声認識してテキストにできるかと。それでやってた時もあるんですけども、Google ドキュメント使えばそれができるんですけど、ちょっと不安定なんですよね。途中で止まったりすることもありますし、なかなかうまくいかないこともあると。で、実際こうやって喋ってるのと収録したものと同じもののはずでなんですけども、そのスピーカーの問題なのか、マイクの問題なのかわからないですけど、なかなかうまくいかないと。で、そこでそうこうしてるうちに、動画編集ができる Adobe のプレミアプロっていうソフトで、テキストにする文字起こしというものを機能がつきました。で、それでそれ以降はやってます。で、今 Kindle 本を出す方法の一つとして、私がセミナーで話したことを Kindle 本にするということをやってます。ただそれを丸ごとやると、正直値段に10倍ほど差があるんで、Kindle 本2980円としても、セミナーが2万円なり、1万5000円なり2万円なり3万円なりなんで、同じものをするのはどうかなと思って、多少そこは間引いてます。そういった工夫は必要なんですけども、 Kindle 本を私は毎月1冊出し12ヶ月間出したんですけど、1年間出したんですけど、それができたのもこの手法のおかげでもあります。で、昔の音声を取り出してきて、で、それを、動画じゃなくても音声でももちろんいいんですけど、音声を取り出してきて、それを Kindle 本にしたというものもあります。だから、何かしら、その動画なり音声がある方は、もちろんその YouTube でもできたりするんですけど、YouTube にアップして、YouTube の文字起こし機能で、それを使うという手もあるんですけども、この Adobe の、プレミアプロの方が、私は精度は高いかなと思ってます。で、その動画なり音声がある方は、そうやってテキスト化することもできると。だから文字起こしとかを頼まずにも、文字起こし頼んだとしても、じゃあちょっと実際それをそのまま本に使えるかって言ったらなかなかですよね。だからご自身でこういったものを使って文字起こしした方が本にしやすいかなと思いますんで、ぜひもっとそれでやってみていただければと。プレミアプロを買わなきゃいけないっていうのは、契約しなきゃいけないっていうのはあるんですけども、私は年間4万円でプレミアプロだったりフォトショップなり、そういったパックのものを契約してますんで、アドビマスター講座っていうので、概要欄に貼っておきますけども、そちらから申し込むと4万円で、正規のルートでもちろん正規のルートで買うことができます。で、これ通常だと7万円ぐらい、8万円弱しますんで、そういったのも利用していただければと思います。で、そういった、セミナーなり Kindle なりコンテンツの事業をされている方は、あっても損はないかなと思います。じゃあちょっと画面の方を切り替えてみようかと思います。で、これが変換が終わった状態です。で、今回ですね、1時間40分ぐらいの動画で19分ですね。パソコンのスペックとかにもよるんですけども、アップデートでなんかこの変換が早くなったという話であって、実際早くなったなと思います。で、こんな感じで、例えば最初の方からいくと、今日は税理士になって独立する方法ということでセミナーを開催させていただきますと、この辺完璧ですよね。で、これはということで、というのでこういう形です。で、気をつけなきゃいけないのは、今みたいな、みたいなこととか、話すとちょっと逆に話すことってあると思うんですよね。で、今みたいなあると思うんですよねっていう文末とか、そういったところもあるんで、そのまんま本にはできないということは前提としてあります。書き言葉と話し言葉ということで。
で、これを実際どうやって加工していくかというと、この辺を押すと、まあ、CSV ファイルに書き出すっていうのがあるんで、テキストファイルでもいいんですけど、一旦 CSV に書き出していただくといいかなと。で、CSV に書き出した後にそれをちょっと開いてみます。で、どんな感じかというと、今ちょっと開きつつあって、ちょっとですね、普通に開くとこんな感じで文字化けするんですよ。文字化けするんで、一応ちょっとすると Excel で、まあデータのこのテキストまたは CSV からと、バージョンによってちょっと場所が違うんですけど、まあ、これで開いていただくと、文字コードっていうちょっと文字の種類がですね、ちょっと違うんで、こんなあんな感じに文字化けするんですけど、こうやって開くと、これでこう出てくるかと思う。ちょっと時間かかってますね。こんな感じで出てきます。で、この UTF-8 っていうユニコードというので開くと開くんですけど、Excel の場合ちょっと違う種類なんで、さっきみたいな文字化けになります。で、これで読み込みですね。読み込みにするとこんな感じになると。で、このテーブルになってるのはまあいいとして、まず、この辺で空欄だけを選択します。フィルターでですね、空白セルと。で、空白セルをまとめて削除すると。で、このフィルターを解除するとこんな感じになってるんで、で、まあ、これがテキストですよね。これがテキストなんで、これをコピーして、で、まあ、テキストベースで、テキストエディターでもいいんですけど、今回ちょっとワードに貼り付けてみようかと思います。で、そのまま貼り付けるとこんな感じになるんで、こうテキストのみっていう感じで、こうすると、まあ、今のちょっともう一回お見せすると、こう貼り付けて、この下にこのコントロールって出てる、この、あ、ちょっと、あれですね。失礼しました。こんな感じですね。こんな感じで出てくるんで、これをこのテキストのみ保持にします。ちょっとこのあれが見えてなかったですね。で、これで元のこんな感じでテキストになると。で、これを修正していくんですよね。で、これを修正していくと、まあ、それなりにデータになると。で、ポイントとしては、最初に例えばセミナーなりその音声で、まあ私のこのセミナーの音声なんですけども、まあこれについてこういう見出しがあるわけじゃないですか。私はこの3つのパートで話したんですけど、独立までの流れ、資格を取る、独立するということで、このパートに最初に分けておくと便利です。分かりやすくはなるんで、このお伝えしたいと思いますと。で、独立までのこうかと思います。ここが資格、ここが、独立までの流れですね。独立までの流れで、前置きの後に、独立までの流れ、までの流れで、ここでちょっと見出しにしておくと、見出しで、見出しってこれコントロールとキーとシフトキーと左って押すとこんな感じになるんで、で、ちょっとこれ複数ページで見やすいようで見づらいんで、で、その次の区切りをちょっと探して、次は資格を取るっていう流れなんですけども、まあ、そんな感じで最初にこの項目をつけておくと。で、今回はちょっとここだけにしますけども、してみますけども、まあ、そうやって区切りをつけておくと、ちょっと編集しやすくはなります。で、もっと細かい区切りをつけることもできるんで、まあ、そこでつけてもいいかなと思うんですよね。こんな感じで、実務経験、独立試験とかという感じとか、資格取るで、この時間、お金、メンタルとか。で、ある程度その下ごしらえをしておいた方がいいかなと。で、これから何をするのかというと、実際にこの動画を流します。動画を流して、ちょっと音がどんな感じに聞こえるかですけども、
まあ、この辺はもう一気に初めにのところから書いてもいいかなと思うんですけど、ちょっとどんな感じでやるかということでお見せしますけど、今日は税理士になって独立する方法今流れでセミナーを開催させていただきます。まあ、これはまあ税理士にどうやってなるかということと、そしてまあ独立どうやって独立するか、まあ、そこでどういう流れでやるかということをちょっと体系的にお話ししようと、まあ、このちょっととかいらないかな。でこれイメージ写真で使ったんですけども、平日にディズニーシーに家族で行った、まあ、この辺はねいらないかなと思うので見えてる削除しようかな、まあ、こういったまあ、これで、まあ、この書いてもいいかなと。パソコンはネタとして持って行っていて、この写真としてやったんですけど、まあ、ちょこちょこそのカフェとかで、で、仕事した感じで、この日ブログ書いたりとかっていうことはやってました。まあ、そういうことを私はやってます。まあ、別に、その、税理士事務所にこの素能とかもいらない仕事するっていうわけではなく、まあ、似たようにもできるというのが独立ではあります。で、そもそも私は税理士になりたいというよりも、どちらかというと独立したい、組織から逃れたいっていう方の友達が強くて、じゃあ何をやるかってなった時に独立して資格を取って独立ができる税理士を選ぼうと、まあ、そういった経緯があります。まあ、とはいえ、まあ、税理士の仕事は嫌いというわけではなくて、まあ、今も税理士をやっていますし、まあ、ただ独立を重視していたっていうこともあるので、まあ、だから今のようなちょっといわゆる税理士とはちょっと外れた感じにはなってはいます。まあ、その辺も踏まえてお聞きいただければなと思うところです。で今日はまあ独立までの流れで資格を取る独立するという3つのパートでお伝えしていこうかと思います。まあこんな感じですよね。聞きながらやった方が早かったりします。そうするとセミナーの時間分この時間書く時間って編集する時間ってかかるんですけど、でまあ1時間40分かかるんですけど、まあ、それでこれだけの文字が整理できればいいかなと。これ4万字あるんですよね。4万字で多少削ったとしても、まあ、十分、まあ、私の感覚で言うと一つのセミナーですの、まあ、1時間で1万5千字ぐらいですかね、大体。でこのセミナーだと1時間40分で、いや43分で2時間弱なんで、まあ、3万字の計算なんですけど、今回ちょっと4万字ぐらいあると、まあ、そのセミナーにもよったりするんですけど、まあ、4万字あれば十分一冊の本になりますんで、 Kindle だったらですね。で書籍だと出版だともうちょっといるかなと、もうちょっと必要で、まあ10万字までいかなくても、まあ、後で削ること考えたら10万字あった方がいいんで、まあ、それでざっくり計算すると2時間、4時間、5時間ぐらい話すと一冊の本になるかなと、まあ、結構なボリュームですよね。だから私はその本を書くときにこう喋って音を取ってから書くっていうこともしてます。で音声認識もしてもいるんですけど、やったりもしてるんですけど、こっちの方が、まあ、普通に喋りながら、音声認識だとちょっと書き言葉的に話すということができるんですけど、こっちの方がまあ変換もしなくていいし、で今ちょっと丸のとこでエンターキーで開業したんですけど、それは自動にできたりっていうのはできるんで、まあプログラミング使えばなんかそういうのも入れるとだいぶ話す方がやっぱ早いじゃないですか。まあ修正の手間を考えてもいいかなと。で最初はこれをそのままこう見ながら修正してたんですよね。ただそっちよりも今みたいに聞きながらの方が私は早いです。私は早いかなと。である程度そのはしょるっていう話は しましたけども、 Kindle 本から Kindle にする上で、まあそこはもう後で編集のところでやって、まあこれだと大体ざっくりとで3万字ぐらいになるかなというところはあります。でまあ大事なのはここの項目なり話の流れっていうのをちゃんとセミナーの時に決めておくと、音声取る時に。でそうしておけば本になった時にもきちっとするんで、まあ話す時によくあるその雑談とか脱線とかってあって、まあそれが話す時の醍醐味だったりするんですけど、本の場合はなんかちょっとそれは好ましくないんで、まあその辺はちょっとざっくり削る必要はありますかね。で今お話したちょっととかですね、そういうところも削らなきゃいけないですし、例えばこのその辺その
辺も踏まえてお聞きいただければなと思うところですというのも、書き言葉に関わらずと、まあ、そのあたりになりますかね、音あたりを踏まえてお読みいただければに変わりますよね。そういうあの見いただければという、そういうなんか変換の仕方っていうのはやっぱり、はい、必要ではあります。でこれもやっぱり鍛錬次第です。私も最初は結構時間かかったんですけど、慣れてこう自分の声を聞きながらこうささっと修正していくというのになれると、結構高速でコンテンツ、各コンテンツを生み出すことができると。で、ま、本、新しい本がちょっと決まったんで、これで書いてみようかなと思います。でそのセミナーに、まあ、参加者を集うかどうか、全然やらない、全然集わずに自分だけでやるのかっていうのはちょっと どっちにしようかなと思ってはいますけども、まあ、そんな形でやるっていうのもいいかなと。その方式で作った本っていうのもありますん で参加していただければ、まあ、そこでその本に対する期待ですとかご質問ですとかっても受けることもできるんで、まあ、何かレパートリーの一つとしてこの音声、動画音声をテキストにするっていうのをマスターしておくと便利ではないかなと思ってはおります。はい、こんなところですかね。まああとはこのそうですね、うん、これでいくと、まあ、時間はかかりますけどね、これ今の調子で1時間43分経った後にはこれが全部整理できてるっていうのは結構大きいかなと思うんです。4万字で書くと結構大変ですからね、大変なんで、まあ、こんな感じであの作るっていうのは、まあ、効率的ではあります。はい、まあ、今日はそのアドミプレミアプロでのテキストという、テキスト作成ということでお伝えしました。はい、ぜひご興味ある方は試してみていただければと思います。いや今日はこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。